えー、眼科のです。今日は写真の手術右目が写真なのになぜか両目を手術されるのこれなんでってことについてお話しようと思いますもちろん術者や状況術式によって変わるんですけど結構右目が写真なのに両方手術するってことあるんですよ例えば右の外側に向いているから右の外側の筋肉と左目の外側の筋肉をいじりましょうみたいにやるこれなんでじゃと普通に考えたら右だから右の手術すればいいじゃないの なんでかっていうと、えっと、写真っていうのは、右目が悪い、左目が悪いっていうよりは、右目と左目のバランスが崩れてるんですね。なので、外側向いてってしまうんだったら、そのバランスを元に戻しましょうってことなんですよ。だから、例えて言うんだったら、外側向くのを内側に向くように筋肉強くすればいいよね。こっちの目はね。こっちの目の、ね、筋肉をちょっとずらしてあげれば、左右のバランスは逆に取れてくるじゃんっていう、そういう感じなんですよ。 だから左右の筋肉のバランスを整えるために両方の筋肉を動かして治すってこともある、うんまあ、状況による、うん、っていうふうに思っていただけるといいかなと思います、まあ、こんな感じで日常のちょっとした手術とか疑問とかありましたらコメント欄に書いてくださればお答えしますしいろいろアップしてきますんでよろしくお願いします